こんにちは、アイです。はい、今日は前回やったセラミックが完成しました。イエーイ。ちょっとね、チラチラ見えてるんですけど、あの前は一応前回の動画はセラミックの狩り場だったので、セラミックではなくて狩り場という感じで、それでもすごい真っ白でね、本物の歯みたいだったんですけど、セラミックがやっと完成したのでお見せしたいと思います。3、2、1、じゃーん。すごい綺麗になったでしょ。キラキラキラ、すごい、めっちゃわかります。ちょっとね、ごめんなさいね、ちょっと嬉しくてついドアップになりがちなんですけど、今回ちょっとアイがオーダーしたのが自然な歯に見せて、マックス白いより1個下げてもらって、ちょっとグラデーションにしてもらいました。白から割とこう歯の先に向かって透明になる感じにしてもらいました。こんな感じです。で、ちょっとこれじゃあ一応ね、分かりづらいと思うので、施術前と施術後の一応お写真を出したいと思います。施術前は割とちょっと黄色くて歯も欠けてたし、結構ね、あの大変なことになってたんですけど、歯並びは割といい方なので、あいは神経今回抜かずに、セラミックやりました。割とこれ毎回こう狩り場取る時とかつける時とかは結構しみるので、めっちゃしみるんですよ。しみるので、まあ本当に我慢できない時は麻酔してもらったりとか、まあ少量なんですけどね、めっちゃやるとこう結構腫れて撮影とかもできなくなってしまうので、まあ少量の麻酔してもらったりとかで工夫してちゃんとやってもらいました。それで今回ちょっとセラミックをやったことで愛が感じたことを直接今からお話ししていきたいなと思います。期間なんですけど、まあ確かにあの即日でカウンセリングして、そのまま自分の歯を削ってでかぶせるっていう感じも全然それができるんですけど、そっからが割と半年以上かな、狩り場の状態で半年ぐらいはちょっと噛み合わせとか問題ないかなとか、いろいろ見るための期間ですねが半年ありました。コメントでもあったんですけど、まあ、ちょっとあの息が臭くなるんじゃないかなとか、歯周病になりやすいんじゃないかなっていう意見があったんですけど、もちろんそれはあります。で、まあセラミックやってる以上、普通の人以上にやっぱ気使わなきゃいけないっていうのと、20後半からだいたい歯周病の方って結構多いらしいんですよ。なのでセラミックつけてるつけてないにしても、まあ一応ちょっと気をつけるべきなんじゃないかなと思って、あいは割とこう歯ブラシ結構適当に今までやってたんですよ。自分のこうなんだろうな、歯磨きの仕方だったりとかケアの仕方を割と見直せました。じゃじゃん、こちらです。ソニックケアの電動歯ブラシなんですけど、購入したのでこれでやってます。こんな感じでめっちゃ振動するんでね、なんかこういう不思議な形、なんか山切りカットみたいになってるんですかね。こちらです。コンクールさんのものになります。これ歯磨きジェルとマウスウォッシュになります。これ合わせて結構必ず使ってることが多くて、もう一つが何でしょう、マウスピースでございます。寝てる時に結構なんだろう、ズズってこう食いしばったら結構歯ぎしりするタイプなんですよね。もともと多分違和感がズズってこうやってキリ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 しちゃってたんですかね。で相談したら、まあ狩り場の時点でこれじゃあ作っちゃいましょうって言われて、ナイトガードを作りました。もうセラミックは結構ギリギリギシギシに結構弱いので、こういうナイトガードをつけて必ず寝てます。まあ絶対将来歯ボロボロになるよとか後悔するよっていうのが結構意見あったんですけど、こう検診は年に1回、まあ半年に1回、年に1回は必ず行ってたらそれはなんないと思います。なってるんだったらセラミックはこの世からないと思います。まあしっかり多分検診行かない方が中が虫歯になっちゃったりとか産んでたりとかしちゃうのかなと思いますので、必ずあいは検診に行こうかなと思います。金額のことなんですけど、本当に結構質問が多くて、お仕事でやったのとか、いくらぐらいだったとか、一応セラミック18本でめっちゃ高いですよね。高いんですけど、もうコンプレックスを消すためにと思いました。全然お仕事ではなく、自分でやりました。
歯で悩んでる方とかがいて、でもこうセラミックちょっと怖い、やってみたいけどお金どれぐらいなんだろうとか、したいのかなとか不安があると思うので、愛の動画を見て勇気を出してくれたらなと思って、一緒にコンプレックス解消しましょうという意味で動画を出しました。なんだろうな、こういう仕草に弱いんですよ。例えばガム噛んだりとか、お餅とかネバネバしたハイチュウとかっていう食べ物だと銀歯みたいにカッと取れてしまうので、なのでお正月かちょうどお餅食べようと思ったんですけど、こうできないから、結構ちっちゃくちぎってこう奥歯でカミカミして食べたんですけどそういうちょっと気使うところはありますね。やっぱ狩り場丁寧に丁寧に扱わなきゃいけないので、そこだけちょっと要注意かなと思います。ですね、前まではすっごい欠けた歯と、結構黄ばんだ歯がすごいコンプレックスで、それこそメイク好きなのに人と喋るとき割とこう手で隠しがちだったんですよ。もう手は添えません添えないで普通に笑えるし、おしゃべりできるし、ニコってして写真もこう撮れるし、すごい自分自身の表情が明るくなったなと思います。どうでしょうか、割と自分の中ですごい気に入ってるんですけど、はいはい、ということで、今回もありがとうございました。これからもこのね、生まれ変わった私をよろしくお願いいたします。たくさんね、笑いますよ。またいろいろ面白い動画とかメイク動画も作っていきたいので、またね、バイバイ。